にいる。すげえパワーだね。すごいっすよ。すごい。もうガスが入った。着陸開始。ちょっと着陸幅を小さくで間も4秒入れて、着陸棚取りの間に当たり出しちゃおうかなみたいな感じで。巻き上げて、おお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 、なんかちょっと様子が違うけど、おお、お、少し重量感が鼻から持っていかなかったから肩じゃないんだろうけど、あーでもまあまあまずまず重量感が、キーボーグ 500MKT このぐらいじゃ鳴らし運転ですね。おお、あらー、カンコだ。うっかりカサゴですね。着底した。自動巻き上げオン。イエーイ。いいねこの機能。さあ、なんか食ってこい。なんか食った。ほんならまだスピードモードで楽々上がってくるね。なんだろう、あやめかさごか。だからやっぱあやめだったね。赤い先にあやめかさご。はい、設定のご説明します。まず何でもこの両端ピックアップとメモ同時押し、そうすると日本語でメニューが出てきますから、ジョグレバーで下の方を自動棚停止ですね、 OK、 これをオンにして、底自動停止、今日は、寝魚なんで底自動停止、さらにもう一回さっきので、そこに着くと自動でクラッチが入るようになります。さらにちょい巻きしゃくり、しゃくりを選んで、これしゃくりの段ですね、今2段を選んでます。ギュッギュッって感じですね。でさらに、しゃくりの長さ、ちょっと今誘い幅あるんで、誘いながら当たり出すイメージ、ちょっと誘い幅を短く0.7 にしました。で、しゃくりの強さは15で、しゃくりの間隔は4秒、これでしゃくりの範囲を8メートルにしましょうか。これで OK です。これで下ろしてみましょう。着底、ガッチ入りました。サクリは2段、サクリ幅が70センチ、
どうとどどあいほらイエーイイエーイほらだだだだだだおすごいあちょっとスピードモードでやっちゃったから初めパワーモードでやっちゃおうかなよいしょ胸にもあるからテンション一定保つのがちょっと気使いますねそれでもジョグのレスポンスがいいからうまくかわしてくれると思いますよよしもうおとなしくなったからスピードモードで勝負かけちゃおうかなよいしょほらほとんどショックはないんですよねこれからやり取り中に切り替えても全く違和感なくでかいよすげー規格外だあーすごい目鯛でさえも規格外食ったぞ。おいおいおいよく行こう。少しドラグ止めましたね。あーまだ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 ドラグ出していくけど、あのねドラグ力23キロじゃ余裕ですね。おー、ドラグ出てる。よし。お、もうちょっと頑張るね。おー、くた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 。いいね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 。おー、ダブルヒット。よし、おー、来た来た。ダブルヒット。イエーイ。まあまあいいよ。まあまあいい。俺のもそんな悪くないっすよ。おー、結構ガチ締めドラグだけど。でもまあ、ドラグ力があるから。そうっすね。おー、イエーイ。曲がりが半端ないね。いいっすね。いやでもこのリールすげえパワーだね。すごいっすよ。めっちゃスムーズ。私の体力じゃそこが知れないリールの。もう安心感の塊。そうですね、うん、ドラグも ATD でそう、うまくスマートにアシストしてくれるから、まあドラグ力23キロまであるから、もうだってガチで泳がせのリールだってそのぐらいですもんね。本当本当そうですよ。はい、それがこんな1キロぐらいのコンパクトなボディで、ね、でまたパワーだけじゃないですもんね。ほんとほんと、レスポンスもだるいところは一切ない。今ねオートしゃくりでしゃくってたら食った。あれです。わーでっけー島サイズ。いやー5、6キロとは思ったんですけどね、まさかこんなに大きいとは。あだす、うわやっぱ島すげえな。いやー6キロのメダイ来ました。やりましたね。やりましたね。ダブルヒットで2人ともこのサイズ、このサイズすごい。本当日本針で2匹食ってこなくてよかった。本当ですよね。まあ、でもこのリールだったら楽勝ですよ。リールは大丈夫、私が持ってる。そういうことか、そういうことか。でもリールのパワーすごいね。すごいですね。まだまだそこが知れない。ほんとほんと、いやいやいや、いやいい魚です。そうですね。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけ、皆さんチャンネル登録もしとってね。